さあじゃあ続いてはですね、日本代表のキーマンの一人であるある選手を取材してきました。アクション。ん？八幡山？あれ？おはようございます。長友選手じゃないですか。なぜ八幡山に？はい。会いたい人がいるんです。どうしても。はい。どうしても会いたい人って。そうですね。はい、本大会あるんで、はい、その前に会っておきたい人が。はい。編集長、八幡山には長友選手の母校明治大学サッカー部の練習場があるんです。そうか、でもう一度会いたい人って誰？日本代表ディフェンダー長友佑都。7歳の頃からフットボールにのめり込み、中学を卒業すると親元を離れ名門東福岡高校へ。その後明治大学に進学した彼はそこで人生の大きな転機を迎えます。一体どんな出会いがあり、どんな日々を過ごしたのでしょうか。まあ、部活も毎日あったんで、結構もう筋トレやったり、練習やったり追い込んでましたね。はい、ご飯食べに来たり、まあ、店が結構あるんで、はい、みんなで行ってましたね、よく。はい、大切な思い出が詰まった八幡山の商店街。当時毎日のように通っていた行きつけの食堂を訪ねてみました。こんにちは。いらっしゃい、長友君。久しぶり、わちゃん。久しぶりです。久しぶりです。元気ですか？もう全然変わらず元気そうで。あんたがやってます。すごい活躍して。いやいやいや、いつもかけながら応援してます。本当ですか？はい、行きますよ。せっかくですから懐かしの味をいただいちゃいましょう。大好きだった煮込みハンバーグ定食、練習後ペコペコのお腹を満たしてくれた一品です。お味はいかがですか？うまい。やっぱりいつも何でも美味しいって言ってくださって、ありがとうございます、ごちそうさまでしたって、その気持ちがすごく嬉しかったんですね。うが詰まった後来て、夜も来てもう2回目とか3回目来る時はおばちゃんちょっと来た瞬間笑ってますから。また来たのかよみたいな。礼儀正しく飾らない好青年、その姿から今の華々しい活躍を想像できるものはいませんでした。ボランチとしてプレーしていた高校時代、レギュラーではあったものの、全国的にはまだまだ無名の存在でした。その才能が開花したのは、今から会いに行くある人との出会いがきっかけだったのです。向こうあるのが僕らがいつも練習してたグラウンドです。どうですか、なんか変わったところとか？もう全然変わってないですね。はい、久しぶりです。はい、どうも。優勝おめでとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お願いします。上川明彦監督、今年51年ぶりに明治大学を日本一に導いた名将。この人なくして今の自分はない、長友選手はそう言い切ります。すごいですね、明治は。明治は別に大したことないけど、でも負けてられないです、僕も。本当ね、はい、相変わらず頑張ってみたらいいなと思ってます。はい、あとでじゃあちょっとね、いろいろ話ができればと思うんで、寮の方で。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、はい、ちょうどまた。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。あれ、マサガツ？お、マサガツか。はい。アイスキャプテンですよ。お元気？ちょっとオーラ違うんですよ。バカだ、うるさい。久しぶりやな。はい、おめでとう、とりあえず。な、インカレな。見てる側も、なんか面白半分っていうか、面白半分っていうか。お前ふざけてる。なんか長友さんのとこ行ったら、全員、抜けないし、急に駆け上がったらすごいドリブル突破見せるし、なんかもうほんと見てて、ゲームやってる感じで、すっげーなあの人みたいに、みんなもう別次元の感じで見てました。どうも、ほんとかいな、お前。スタンド湧くんですよ、やっぱ長友。まあ確かに笑われてましたね、かなり。もうギャグみたいな感じで。日本人じゃねえだろみたいな感じで。みんな笑ってました。がむしゃらにボールを追いかけた大学時代、このサッカー部の寮にも数えきれないほどの思い出が詰まっているそうです。ここで長友選手は何を得てどう変わったのでしょうか。
自分を導いてくれた恩師とともに当時を振り返ります。インカレ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まあでもね、優斗も去年はね、はい、ナビスコカップ優勝して、はい、ね、お互い良かったよ ね、はい、おめでとうございます。いい年でした、はい、ありがとうございます。あの時のメンバーもやっぱいいよね。いや、やばいっす。なんていうのがやっぱいいんだよ。たまにの写真とか見るんだけどさ、そういうのすげえなー。俺やっぱり3位にもなるし、インカレも出るよなと。あ、もうちょっと上行かしたかったな。上川監督がすごいと語る当時のチームには、グランパス小川良純、ヴェルディ福田健介、F マリノス藤田正人、レイソル林良平といったそうそうたるメンバーが揃っていました。その中で監督は埋もれていた長友選手の才能を見出し、サイドバックにコンバートしたのです。1対1の強さ、それと、まあ、走力だよね、はい、出て帰ってくる、出て帰ってくるって、そのアップダウンをやっぱ繰り返せる、そのフィジカルの強さ、はい、まあ、その辺がやっぱりサイドバックとして、やっていけんじゃねえかなって思ったのと、はい、やっぱ攻撃的なポジションやってたから、はい、上がってった時にも、はい、まあ、結論が出せる、まあ、サイドバックで十分やれるだろうというふうに、僕たちは考えてサイドバックをやってくれってことでポジションを与えた記憶がありますね。もう僕は嫌で仕方がなかったですね。もう攻撃がやっぱやりたかったんで、サイドハーフやりたかったから、神川さん言いに行ったことがあるんですよ。僕サイドバックじゃなくてサイドハーフやりたいんで、あのアイリーグでもいいんでやらせてくださいって言って、俺なんつったの？もうその時はうーんみたいな感じで、分かった分かった分かった、そうそうそう、分かったみたいな感じで、全然覚えてないんだよな。マジですか？でその時に、まあ、次の日かぐらいに紅白戦やったんですけど、普通にサイドバック右長友とか言って昨日俺言ったとこなのにみたいな。しかもアイリーグに落とされたんですよ。あ、そうなの？確か確か。なのにまたサイドバックこれじゃ意味ないじゃないかと思って、まあ、それでもう、あ、もうサイドバックでやるしかないな、はい、多分サイドバックじゃなかったら、今の僕はいないんで、はい、本当もう感謝しますね。はい、そんなことないんじゃないの？いやいやいや、どこでもいけたんじゃない？いや、それはサイドバックとして2年生でスタメンを獲得した後、たった一度だけ途中交代を言い渡された試合がありました。もう僕のミスでまず点を取られて、はい、もうとんでもないプレーをして、もう上川さんもう怒りを通り越して、多分何も言葉をかけず、お前交代だみたいな感じで、やれるなっていう、こう手応えは得られてきたんですよ、多分自分の中で。ただそれがやっぱり裏目に出て、ちょっと余裕を持ちすぎて、あそこで普通にね、前にボールを送っとけばいいのに、切り返して、取られてみたいな。で、次じゃあ使ったって時に、その後だって、ああいう形で、あっさり、はい、その、味方のゴールに近いところでボールを失うってケースあった？はい、ああ、でもあんまなかったような気がしますね。だからね、やっぱりね、自分の中でも頭入れてたんで、はい、だからそこら辺がね、はい、やっぱりその、長友佑都っていう選手を見た時に、はい、まあ、いろんな評価の仕方があると思うんだけど、はい、まあ、一つの俺は評価として、はい、同じミスをしない、繰り返さないっていうやっぱ知性、はい、うん、これはやっぱりすごい大事かなと。その後、後日なんだけど、はい、エジリに電話して、あ、一度やっぱり長友っていう選手を見てくれと、はい、まあ、今の日本の代表に必要なね、はい、メンタリティとかプレースタイルを持ってる選手だから、はい、まあ、ぜひ一度ね、騙されたと思って、はい、見に来てくれよって言ってお願いして見に来てもらって、はい、あ、ずば抜けたサイドバックの適性と同じミスを繰り返さない知性、長友は世界と戦える、そう信じた上川監督はオリンピック代表への後押しまでしてくれたのです。国立競技場で行われたマレーシア戦もう興奮したよね。ヘディングでね、はい、突っ込んでって、あれが先制ゴールだったよね、はい、うん、だからまああれ見てもうやっぱり何か持ってるなと、はい、うん、何かやっぱこう星っていうか、はい、幸運を持ってる選手なんだなっていうふうには思ったよね、はい、うん、フットボーラーとして大きく羽ばたき始めた長友選手は大学3年生の時ある決断を迫られることになります。もうかなり悩んで結構寝れない時もあったぐらい、
悩みましたね。眠れないほど思い悩んだその決断とは。大学3年生の時、長友選手は大きな決断を迫られました。ここまで一緒にやってきた、3年間やってきた仲間と最後まで やりたいっていう気持ちはやっぱり強く持ってたんで、そこを途中で抜けて、プロに入るっていう決断は、なかなかかなり悩み抜いて決めましたね。はい。特別指定選手として参加していた FC 東京から正式入団の誘い。しかし自分を成長させてくれたチームを去ることはかつてない苦しい決断でした。仲間だったり上川監督だったり、伊沢総監督だったり、スタッフの方々も、お前が決めたことだったら俺らは、応援するということで強く言ってくれたんで、その言葉がやっぱり僕にとっては、嬉しかったですし、覚悟を決められたっていうか、はい、決心できました。でもそんなのは日本サッカーのことを考えたら当たり前のことなんだから、はい、むしろ嬉しいぐらいだから、はい、全然驚きではなかったし、むしろよく決心したなっていう、そういう感じだったね。でも後押しがなかったらもうなかなか、決められなかったですね。まあね、でも、はい、みんなどんな監督でもそうしたと思うよ。ありがとうございます。はい、はい、温かく力強い言葉で送り出してくれた上川監督、その教えを胸に日本代表へと上り詰めた長友選手は、去年のオランダ遠征で味わった苦い経験を冷静にこう振り返ります。正直ボール見えなかったです。もう多分自分の中でも隠してるんですよね、こうボールを見えないようにっていうか、普通だったらこうすぐ反転してそのままゴールにシュートするんですけど、ファンペルシーの場合は一回こう隠してシュートしないぞみたいな感じだったんですよ。で僕もこんぐらいだったら大丈夫なのかなっていう感じで行ってちょっと遅れてたんですけど、遅れてたんだ、だからもうそのまま反転が早くて、しかもクルッと反転してそのままシュートを打たれて、あれ見ると、ファンペルシーからすると普通にプレーしてるように見えるけど、やっぱりそういう駆け引きが、駆け引きが全然違う、あの瞬間に、あれ普通の多分フォワードとかだと多分自分もそんな綺麗に反転できないと思うから、ちょっとやっぱりゴールと見えるようにこうね半身になると思うんですよ。でもファンペルシーはそのままだったから、このままボール隠したままこう、でその後反転が早かったんで、やっぱり違うなと思いましたね。はい、まざまざと思い知らされた世界のレベル。しかし同じ失敗は繰り返さない。上川監督が最も高く評価するその知性は、ワールドカップ本番で必ずや生かされるはずです。ユートのね、その礼儀正しいとこだったり謙虚な姿勢だったり、二度と同じミスを繰り返さない知性っていうのを、時代を担うね子供たちに、少しでもこう感じさせてくれたら、俺はもう本望だな、そこをすごい俺は期待してる。はい、ありがとうございます。本当にいろんな人に支えられて、本当に大学時代もそうですし、一人じゃやっぱり僕は今の自分はここにいないと思うんで、本当に感謝します。そういう人たちにどうやって恩返しするかっていうのは自分が頑張ってる姿を見せることだと思うんで、はい、もうしっかりワールドカップに出て、そこで堂々と戦って、はい、そういう姿で恩返ししたいと思います。はい、期待します。はい、ありがとうございます。ちょっと頑張って。はい、ありがとうございます。頑張ります。さあ、古田さんからご覧になって、この長友選手はどんな印象ですか？そうですね、先ほどもありましたけどね、やはり非常に運動量がすごいと思うんですよね。はい、ですから外国人選手のフォワードたちと戦う時ってやっぱ彼らも体大きい方も多いですから、やはりああいうふうに執拗にこう、マークされて、そして時にチャンスがあったら上がってくるっていう、サイドバックに彼みたいな選手がいるっていうのは外国人の選手からすると非常に嫌なタイプだと思いますよね。なるほど。はい、ですからしつこさと、そして運動量、それを多分本番で出してくるんじゃないかと思います。なるほどね。ちなみにこの長友選手にとってのこの恩師っていうのは大学時代の監督だったりするんですけれども、